大小100以上の河川が流入し、古くからシーバスのメッカとして知られている有明海。特に秋はこの城や落ち鮎を求めて大型のシーバスが集結することから、夢のメーターオーバーを狙って多くのアングラーが足を運んでいる。今回はそんな有明海を舞台に、釣り具のポイントスタッフの後藤康則と山本孝明が、より難易度が上がる日中のシーバスゲームに挑戦する。今回のグラパラ九州 TV は有明海のデイシーバスをお届けしています。おはようございます。釣り具のポイントの後藤です。今回は私、熊本県に来ております。今回はこの熊本を舞台にですね、デイシーバスを狙っていきたいと思います。で、今回はですね、もう最強の助っ人に来ていただきました。今回この方です。はい、釣り具のポイントフィッシングマイスターの山本です。よろしくお願いします。山本マイスター、はい、どうですか状況は。だいたい2日3日前ぐらいにですね、かなりまとまった雨が降りまして、一級河川がですねちょっと増水して釣りづらい状況になっておりまして、今日はこういう小規模河川にちょっと来てみました。で、水門とか、そういう小場所打ちを中心に展開を、ちょっと考えながらやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで状況はまあちょっと厳しいかなという状況ではありますけども、はい、まあ、なんとかですね、価値ある一本お互い釣れるように頑張っていきたいなと思います。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはですね、使うルアーなんですけども、ファルケン R のハーフスリットバイブ、こちらの 13g でやっていきたいと思います。ちょっとですね、水深が浅いなので、比較的小粒のバイブレーションで、広範囲を探っていきたいと思います。さあ、これ第1投がですね、毎回ドキドキするんですけども、向こうには普賢岳ですか、すごく景色のいい釣り場で、もう外気温もですね、もう随分涼しくなって、本当に秋の気配をひしひしと感じてる中、水の中はどうかなみたいな。はい、私も後藤店長と同じくハーフストリットバイブ 13g ですね、こちらを使っていきます。で、ここが、水門からの船が通って、ここら辺だけ深くなってるんですよね。この辺を中心にこういうちっちゃめのバイブで、まあ、ボラとかそういう魚を食ってる、個体を狙っていきたいと思います。水門のこの中にルアーを落として、なんかシーバスっぽい釣りじゃないんですけど、バス釣りみたいな。バスっぽいね、なんかね。そうそうそうです、バス釣りみたいなイメージです。ちょぽんって落としてぷいぷいって水門からこう逃がす感じで動かして、まあいれば食ってくると思います、多分。ただ水門行く前の、ちょっと今日ゴミ多くてちょっとやりづらいですけど、こういう壁際も意外と魚ついてたりします。こういう水が動く脇にある縦のストラクチャー、こういうところもしっかり打って歩いていくと、どうしても足を取ってすごい響いちゃうんで、歩く前に投げる、結構釣果を伸ばす上では大事なことになってくるんで。ちょっと初めての釣りですね、これ。そんな今日多分水出てないですもんね、この水門。いやー、これきついな。はい、ちょっと今水門とここの航路やってみたんですけれども、反応がないんで、ちょっとまた次は、意外とこの水門が今開いてなかったんですよね。多分もう雨の影響が落ち着いてる証拠かなと思うんで、ちょっとまた別の感じの川ってよりも、川のちょっと外の、はい、河口にある漁港にちょっと移動してみようかなと思います。はい、ということで、はい、わからないのでついていきます。行きましょう。行きましょう。
はい、ちょっと移動してまいりました。まあ、ちょっと先ほどとはちょっと違うですね、まあ、オープンウォーターのまあすごく広いエリアに移動してまいりました。まあ、ちょっと見た感じなさそうなので、まあ、先ほどと同じで、ファルケンアールのハーフソリッドバイブ、まあ、あのルアー同じでちょっとやってみたいと思います。さあやっていきましょうか。やっていきましょうか。私このバイブレーションちょっと重いやつに変えました。さっき 13g だったんですけど、ちょっと重いやつに変えて、ちょっとなるべくこういう広いところなんで飛距離飛ばして探っていきたいと思います。浅いよね。浅いです。さあ魚釣れるかな。餌が少ないですね。もともとエビがいるエリアなんですよね。ただエビが見えない。ただなんかちっちゃいサヨリみたいなのがいるんで、一通りバイブレーションでやって、でもうちょっと多分潮位が今下げで下がるんで、下がったらちょっとまたミノとかそういうルアーに変えて上の層を探ってみようかなと。やっぱ全然反応が変わるんで、レンジとか動きの質とか、あとシルエット、ルアーの細長いか、こういうバイブレーションみたいにババッ広いようなルアーを使うだけでいろんなことで釣果に差が出てくるんで、まだ様子見の段階ですね今は。一回ミノをちょこっと入れます。11センチかなのミノですね。まあ、ちょっと水濁ってるんで、こういう目立つようなカラーで効率よくやっていきます。でまあ一頭一頭早巻きしたり、ゆっくり巻いたり、ちょっとツイッチしてみたりとか、一頭一頭テーマを変えながらやっていこうかなと。するとルアー交換直後にいきなり食った。おや、浮気めっちゃかわいいなおーらおらおらおら、あげますね。ほい、はいはい、シーバス、かわいいサイズですけど食べてくれました。ルアー多分このサイズの群れがちょっと入ってきたんですかね。でさっき言ってたみたいに背にちょっと今潮目が重なってるんですよね。背にそのタイミングで背の上をきれいに寝がかるか寝がからないかぐらいのレンジを通してあげるとコンと食ってくれました。ありがとう逃がします。バイ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 、元気元気。よしよっしゃ、もう一本行きましょう。もう一本行くぜ。行きましょう行きましょう。魚入ってきてるかも。オッケーオッケー、俺が釣ったみたいな感じになってるけど引き続きやっていきますよし、ルアーチェンジ。これですね、高宮オリジナルのハーフソリッドバイブ 13g。 ちょっとちょい下がってきたんで、こういう軽めのやつで、でこれが優しい感じの動きなんですよ。なんだろう、バイブレーションなんですけど、あんまりバラバラバタバタバタってこう動きすぎない、優しい動きのバイブレーション。結構ねこの辺ってアングラーも多い場所なんで、擦れてるやつらもいるだろうということで、優しい動きで次は狙っていこうかなと思います。あ、当たった。うわー、当たった。あー多分変わんないサイズですけど。本当。この後もしばらく探ってみたものの、魚からの反応はなく、後藤と山本は釣り場を移動してみることに。はい、それでは今ここの漁港で やってみて、ちっちゃいのが1匹可愛いサイズが釣れてくれたんですけれども、また今からちょっとサイズアップ狙ってですね。はい、まだ私釣ってないんで移動します。頑張りましょう。はい、行きましょう。はい、ということで移動してまいりました。ここは朝一の、そうです、ポイント、ポイント、はい、もう全く別の海に景色が変わってますから ね、景色が全然違うような感じになってます。朝はですね、ちょっとあの向こう側のポイントで釣ってたんですけど、今回はこちら側から、そうです、はい、ちょっと立ち位置変えて、まあ、ちょい下がって水門の流れも出て
かなり状況変わってるんで、ちょっとタイミング今変えて打ち直してみようかなと思います。はい、ということで頑張っていきましょう。よろしくお願いします。たまにちょんちょんってラインスラックだけ弾いて、ちょっとフラッシングでキラキラってさせたりしてもいいです。そのリトリーブスピードぐらいですね。綺麗にロールの動きのリトリーブスピードで、これ釣れたら楽しいな。昼間のエラ洗い、外の流れにもいない。あっちも空いとるけどね。あっちも多分、あっちの流れも意外と熱そうですよね。一回ミノを入れてみます。うん、おっ来た、外れた、外れた。まあ、まだいますよ。やっぱあっこにおったっすね。おったね。くぅー、うーん、残念。後藤にシーバスがヒットしたものの、惜しくもフックオフ。さっきミノ投げたんですけど反応ないんで、目立つカラーの水濁ってるんで、チャートに変えてやってみます。干満差が最大で5メートル以上ある有明海、まだ水位があるうちに結果を出したいところだが、今度は山本がルアーを変えて当たりをキャッチ。こっち？こっちかな？こっちだ。シーバスではない。これ抜けちゃっていいですか？よいしょ。はい。はい。まあ、本命はシーバスなんですけど、こうやって下道でこっち。これも美味しい魚ですね。釣れてくれました。ありがとう。これが 12g のチャートのバイブレーションを、この水門の流れでちょっと深くなっているところの水深の差があるところの際に入れて巻いてたら、ゴツンと食ってくれました。ありがとう。あと5分10分で戻りましょうか。来た、あー、うわ、あ、怖い、かー、マジか、かー、マジか。いや、なんか怪しいなって思ったね。マジか、ごめん。マジか、悔しいな。あと1個これで終わり。いや、なんか俺が場所荒らしたみたいな感じだな。俺が荒らしまくったみたいな感じだったな。いや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 、釣れそうですよね。レスポンダーをその流れの中に漂わせている時とか、ね、ヨタヨタ感はすごいね。めちゃくちゃ釣れそうですね。めっちゃいいルアーじゃん。さあ、すいません、場所を移動です。バイト数は多数あったんですけど、はい、私が3回、ね、すいませんね、なんか、はい、せっかくエースコートしてもらったんで。次はね、次はちょっと取りましょう。行きましょう。小型ながらも本命が登場し、魚の気配は濃厚な有明海のシーバスゲーム。後半戦、さらなるヒットシーンにご期待ください。今回のウアパラ九州 TV は有明海のデイシーバスをお届けしています。はい、ということで移動してまいりました。ここは山本マイスター、どんな場所？ここはですね、川の河口で、今もう干潮前なんですけど、かなり川幅絞れて流れも出てきてるタイミングで、ただこの流れが緩くなった時に多分食います、魚は。はい、そのタイミングで捕食するんで、はい、ちょうど今から地合いだと思うんでやってみたいと思います。はい、行っていきましょう。はい、行きましょう。よし、やりますか。やりますか。すると、いきなり、おっ、よし。移動直後に当たりを捉えた後藤。きたー、これはなんだ、チヌかな、跳ねないですね。叩くな。叩いてますよね。めちゃめちゃ叩きよ。チヌかな。あ、違う、こっち、マゴチ。しかもいいサイズ。やりました。ちょっと本命ではないですけど、ナイス、マゴチ、でかいですね、これ。55から60近くありそうな
本物のマゴチですね。ルアーがですね、ナブラショットフィンバイブ、これの 14g 使っています。ちょうどですね、一番水深のありそうなところに差し掛かったなぐらいのところでゴーンと引ったくるようなですね、バイトで当たってきました。もうあのマゴチ特有のガッコンガッコンこう首を振る引きがですね、本当に楽しかったですね。まあ、とりあえず本命ではないですけどやりました。いや、やりましたね。ちょっと本命ではないですけど、もうあの精神安定剤としてはもう十分ぐらいのサイズでしたね。あとはなんとかですね、シーバスを釣りたいですけどね、ちょっとあの3回ほどかけそびれてますので、なんとかシーバスをですね、あのドバーとエラー洗いするド迫力のシーンがお届けできたらいいんですけどね。上に登りましょうか。多分これ台風の影響消えちゃってる完全に。はい、ちょっと先ほどのポイントからですね、もうちょっと上流の方に移動してまいりました。もうちょっとクッと川幅が狭くなったポイントで、実績ありとのことなので頑張っていきたいと思います。じゃあ行こうぜ。行きましょう。ちなみにあの今使ってるルアーなんですけど、ナブラショットフィンバイブの 14g ですね。先ほどあのマゴチを釣った、バイブレーションの、色違いという、ね、ピンク系の結構あの水の中でもしっかり目立つようなカラーなので、これがこれシーバスちゃんを連れてきてくれると思います。うわうわうわ、今食った、今のシーバスや。当たった？はい。てかなんか 1,2 秒ぐらい多分乗ってましたね今。ゴゴゴゴゴゴって。落ちた。いました、よっしゃ。よっしゃ。あ、バラした？うっさバラした。なんだ。やばい。やばいっすよ後藤店長これ。二人して。またやってしまいましたね。たくさん。でもいますね、この短時間で二人とも。ねえ。でも場所選択とルアーは間違ってないっていうことだから。間違ってないですね。あとは私たちがキャッチするだけ。あとは人間次第。あとは人間次第ということで頑張りましょう。頑張ろう。おっしゃ来た。うわ。でかいんじゃないですか。またしても当たりを捉えた後藤。今度はしっかりとフッキングに成功。あ、チヌか。チヌ。チヌやったね。よいしょ。やりましたというか、またちょっと下道の40センチぐらいのチヌですかね。もうこれだと思ったんですけど、ちょっともう本命ではないんですけど、まあちょっとこれはこれでありかなという感じです。いや、綺麗なチヌですね、本当に。じゃあ今度はシーバスを連れてきてくださいと。あ、まだそこにいらっしゃる。バイバーイ。よし、次こそはシーバスを。さっきのマゴチと同様、ナブラショットフィンバイブの 14g ですね。なかなかいい仕事しますね。しっかりと泳いで、はい、いいところに全部かかってました。続けて狙っていると、食った。シーバスちゃん、違う、グチだ。あ、グチだ。あ、グチ、ルアーでグチです。今日これいろんなゲストに愛されてますね、私たち。今日もう何魚種目ですかこれ。5、今日5ぐらいいったんじゃないかね。5ぐらい、4か5ぐらい、4か。さらに続けて、おっ、おっ、来た来た来た。なんと山本と後藤が同時にヒット。たぶんこれはどうして、もう抜きます。そいよっしゃ、俺もチヌだ。ダブルヒット、よっしゃ。口からちょっと横に今針移りましたね、背中に。
最初は口にフロントがかかっとったんですけどね。はい、オーライ。おいでおいで。よし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 。すげえいいサイズ。やりましたやりました。こちらはチヌ。こっちの山本マイスターのチヌ、このでかいな、これ。50近くあるんじゃないですかね。50はもう楽にこう、うん、あるんじゃないかな。こっちはもうなんとかの末のちょっとシーバスということで、いや、やりましたね。やりました。ありがとうございます。やった、本当最後もうこれバラしたらどうしようかと思ったんですけど、うん、なんとおっと外れた。どうにか。やれ、どうにかこうにか、はい、1本出すことができました。よし、重い。おお、でかい、本当このチヌ。いやー。やりました。ヒットロアーですけども、ナブラショットフィンバイブ、これの 14g ですね。ちょうどボトムをこうノックしながらこうゴン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 と来た時にガーチャーンとフィットしてくれました。いやー、もうやっとの末の1本ですね。やりました。よし、ありがとう。じゃあ今度はお父さんたちを連れてきてください。はい、バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで今回は熊本を舞台にデイシーバスをテーマにですね、はい、一日中ちょっと頑張ってきましたが、まあ、結果的にいろんな魚に ね、まあ、出会えて、はい、まあ、非常に良かったんじゃないかなと。ちょっと心残りはちょっとですね、まあ、かけそびにとってはちょっとサイズがもっと ね、 そうですね、大きいのが出れば良かったんですけど、どうでした一日通して。今日一日そうですね、まあ、だいぶ、ね、雨跡っていうこともあって、こうコロ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 状況が変わるような感じで、なかなか昨日釣れてたが今日通用しないような、うん、状況でかなり苦しめられたんですけれども、まあ、魚からの反応もかなり、そうですね、多く取れてて、うん、でお互い大きいのの大きいスズキの反応も取れてて、そうですね、まあ、惜しくもちょっとバラしちゃいましたけど、おおみたいな感じがねありましたけど、はいはい、まあ、次は ね、 ですね、もっといいシーズンの時にぜひまた熊本に遊びに来られてください。はい、ということで次はまたもっといいサイズに出るんですね。そうですね、リベンジ、また熊本に遊びに行きたいと思います、はい、ということで今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。漁師さんの仕事場、迷惑行為はやめよう。マナーも腕の内。おはようございます、釣り具のポイントの後藤です。ということで皆さん見ていただけたでしょうか。まあ、ちょっとですね、苦戦するところもあったんですけども、結果的にですね、もういろんな魚、まあ、マゴチが釣れて、チヌが釣れて、シーバスが釣れてということでですね、まあ、出ていただいた山本マイスターも、まあ、いろんな魚を釣っていただいて、まあ、ちょっと惜しくもですね、いいサイズはちょっと目の前でこうですね、ポロンチョというところはありましたけども、まあ、結果的に1日を通してもう飽きない程度にずっとですね、魚からの反応があり続けてですね、非常に楽しい充実した1日を過ごすことができました。ということでですね、まあ、今回ご紹介したい商品、もう今日1日を通した相棒ですね。まずロッドですね、シーバス GR2 の 90M にリールはもう1日を通して1回も結局トラブルがなかったノーム。今回ですね3500番を使いました。ちょっと大きいんじゃないかなと思われるかもしれないんですけども、もう熊本のシーバスはですね、もう非常にウエイトも乗っかって非常にでかいシーバスも出ますので、もう万全の体制をですね、取って使ってまいりました。まあ、結局ですね、朝間詰めからもう夕間詰めまで1日を通して使ったんですけども、まあ、非常に疲れることもなくですね、またライントラブル、まあ、ルアーをやってる時にですね、もう P ラインのバックラッシュなんかが起きるとですね、非常に集中力を欠くんですけども、結局1日を通して、まあ、そういうですね、エアノットですとか、まあ、バックラッシュもなくですね、快適に釣りをすることができました。なのでシーバスはもう年がら年中遊べる釣りでもありますので、まあ、こういうトラブルの少ないですね、まあ、ロッドとリールがあればですね、年間通して遊べますので、ぜひこちらいかがでしょうか。